松本市野球場は長野県松本市にある野球場である。松本市が運営管理を行っている。1924年の大正天皇と低迷、皇后の成功25周年記念事業として、県知事が県議会に対し図書館と運動場の建設を提案したことに端謝を発する。審議の結果、図書館は長野市に、運動場は松本市に建設されることとなった。 このうち県営の野球場は、松本市当林東林、東地区間郡本郷村の浅間温泉にほど近いところで建設が進められ、1926年9月21日、長野県営松本野球場として開場し、開場以来、アマチュア野球公式戦が行われたほか、プロ野球公式戦も開催された。しかし老朽化のため、全面改築されることとなった。また、市内にある、 もう一つの野球場で、松本空港近くにあった松本市営野球場も、老朽化したため廃止されることとなり、1989年1月1日に、県と市との間で、施設の相互常用を行い、県営球場は市に移管して、改築工事に着工した。一方の市営球場跡地は県に移管して、松本平広域公園の建設用地の一部となった。 原始野球場は1991年に完成、その後ナイター設備も設けられた。会場以来、高校野球など、アマチュア野球公式戦が行われているほか、不定期で、プロ野球公式戦が開催されている。ベースボールチャレンジリーグのシナのグランセローズが2007年の発足以来毎年公式戦を開催している。2015年4月1日より、 株式会社新州グリーンと株式会社清水オクトで構成する新州グリーン清水オクトグループが指定管理者となった。2019年10月より2021年3月まで大規模な改修工事が実施されており、2020年は高校野球の地区予選や品のグランセローズの公式戦は開催されない。ありがとうございます。